園田競馬11レース地元重賞の園田オータムトロフィーです。能力偏差値ですが S ランク1等 B ランク1等 C ランク2等のレースになります。これから統一指数とグラフによる能力適正判断の有用性を確認してください。動画はメイン重賞レースを中心に公開していますが、平場ではさらに大きな武器となりますのでお試しください。これから能力偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に適正を反映した予想印を公開します。まず指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定20丸打っております。能力偏差値1位4番の馬からです。2走前、3走前、4走前、5走前と黄色線を上回りました。特に4走前ですけど、黄色線を16上回る優秀な指数です。能力的には頭一つ抜けている存在です。前場比較してみますと、この馬の青色が頭一つ抜けていることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は17です。指数の青線がピークとなっているところを見ていきますと、2走前が1004、4走前も1004です。17の2走はいずれも指数を落としています。距離は若干長い可能性が高いと思います。展開面です。一角通過順位はオレンジ色の四角です。金層は連続して花を切っての競馬になっています。ここで先行力分析シートを見ておきます。逃げ馬2頭、先行タイプ7頭です。有力馬2頭とも逃げるということもありまして、ハイペースを予測します。先行勢総崩れのリスクを考慮したいと思います。先行力で相当してみますと、この馬の先行力は56でトップです。ただし、丸を打った8番とは僅差になっています。先行争いの激化のリスクも考慮しますと、展開面は大きく評価できないと思います。次に暫定丸を打っております。能力偏差値2、8番の馬になります。前走4走前と黄色線を上回りました。能力的には先ほどの4番に劣りますが、連帯資格は十分です。距離を見ていきますと、前走の1007で高指数をマークしています。1007も守備範囲だと思います。展開面を見ていきますと、4走前の高指数は花を切っての競馬でした。前走は4番手から高指数をマークしています。後位からできれば花を切りたいタイプです。この馬の先行力ですが、55で2番手です。ここは花を切れないリスクもあると思います。上がりの足を比較、指数比較分析シートで見ていきます。上がり平均指数で相当してみますと、この馬の上がり平均指数は46でトップになります。一歩下がって後位からの差しも効きそうです。展開面は若干プラス評価していいと思います。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸です。指数の青線がピークとなっている前走4走前ともに不良馬場になっています。明日も馬場が渋るとプラス評価していいと思います。次に暫定白三角っております。能力偏差値3位、7番の馬です。3走前に黄色線を上回りました。能力的には上位2頭には若干劣ると思います。距離を見ていきますと、前走の1007では指数を落としました。距離は長い可能性が高いと思います。展開面を見ていきますと、3走前の高指数は花を切っての競馬です。花を切りたいタイプだと思います。
先行力ですが、この馬の先行力は40で3番手です。ここは花を切れないリスクとハイペースのリスクを考慮し、展開面をマイナス評価していいと思います。以上、適正分析を考慮しました最終予想の印になります。表面20丸打ったのは4番です。能力偏差値トップの S ランク。距離にリスクはありますが、それに余る能力があると思います。対抗丸を打ったのは8番です。能力偏差値は 2位です。枠順にリスクはありますが、展開対戦成績を高評価しました。馬券の方ですが、20丸打った4番を軸に、2着には丸を打った8番。3連携なら、黒三角6番、白三角7番でいいと思います。